人工呼吸人工呼吸とは、自発呼吸が不十分な人に対し、人工的に呼吸を補助することを言う。一般的には陽圧をかけて肺に気体を送り込み、換気を補助する。応急処置の人工呼吸、マスクとアンビューバッグを使う方法、機関内チューブと人工呼吸器を使う方法などがある。総務省消防庁のガイドラインによれば、日本での119番によって指示が得られる。 血液や嘔吐物などにより感染危険がある場合人工呼吸を行わず胸骨圧迫続けます古代ギリシアの医学者ガレノスは死んだ動物の喉に足を通し空気を吹き込み気管死を満たすと肺が膨らむ様子を見ることができるという記述を残している1773年英国の医師ウィリアム・ホーズは溺れて過死状態になった人に 人工呼吸することで蘇生できると世に広めた。1767年に水難から命を保護する組織を結成した医師も啓蒙活動に参加した。彼らは1774年のイングランドで溺れた人を蘇生することを目的とした組織ロイヤルフーマネ・ソサイティを結成した。その後、衛生的、効率的に肺に空気を送り込む器具の開発や方法の模索が行われた。 肺炎、アーズショック、脳血管障害、呼吸停止などにより、原因に対する適切な処置及び酸素投与を行っても、なお酸素の取り込みやに酸化炭素の排出が不十分な場合である。病状にもよるが、一般に、パオ2時50分、通る以下、ポーコに70通る以上が適用とされる。また、全身麻酔で行われる手術時は、 人工呼吸を必要とすることが多い。呼吸停止に陥った人を救命するために現場に居合わせた一般市民が行う処置で BLS の一部である。主に口から呼吸を吹き込んで強制的に換気する方法である。詳細は心肺蘇生法を参照。蘇生における人工呼吸と異なり、数時間以上にわたって呼吸補助をする必要がある場合には、 人工呼吸器を用いる。人工呼吸器はバック換気などのような用種での人工呼吸と異なり、軌道内圧やその変化、酸素分圧などを細かく調整するための様々なモード、機能が備わっている。ありがとうございます。